はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。ですね、グルーブコースターコラボがね、まあアルテミスのスキル上げできるということで、キフェスで結構引いたというご報告ツイッターで受けております。皆さんおめでとうございます。おめでミスでございます。いやー嬉しいね。うん、まあ僕もね、俺にくれよっていう感情が少し芽生えつつも、まあみんながそのアルテミスゲットできてね、それわざわざ僕に報告してくれるのがちょっと嬉しい限りでございます。はい。で、まあその反面ね、その反面なんか出なかったんですけどみたいな文句を言われることもありますけど、一体くださいとかいうねコメントきますけど、絶対無理です。絶対に無理です。本当に無理です。で、そう、グルーブコースターコラボの紹介なんですけど、紹介はしたんだ、そう、前回して、そこのね、高速周回なんかできないかなと考えてて、10階層なんで赤おでんとかで回るのも難しいんですよね。で、そこで気づいたんですけど、あそこのコラボ、敵の HP が全体的に低い、すごく、4000ぐらいしかない。ということで、今回はこのパーティー、角土の追い打ちで倒すって感じかな。うん。というパーティーですね。で、ここはね、覚醒の方がいいと思うんだけど、僕今、さっきイザナミを女神チャレンジで取って、進化させるのがめんどくさい。一回解体しちゃったんですよ、僕。家具土をね。だから、今回はこの光のこの人にでも頑張ってもらおうかなと思います。あと1なんだよな、バーストボム。頑張ったのに。闇でもいいか。闇の方が火力は出んのかな。別に4000なんでね、そんなバカみたいな火力欲しいわけじゃないんですけど、どっちがいいんだろうね、これ。まあ、一回光の方がちょっと見た目好きなんで、女神チャレンジで闇の方嫌いになったんで、こっちでいきます。で、フレンド赤おでんでね、多分ね、僕のやりたいことが成立する気がします。コインでダンジョン購入、グルーブコースターコラボですね。なんか、女の子もね、配信じゃないや、購入画面に出てくるということでね、あれもぜひぜひ使ってみたいんですけど、あれですよね、確かスキブがない。だからちょっと難しそうですね。いきましょう。赤おでんが297のフレンドがおればいける気がします。んで、ひたすら、こう、イランドロップ消す。あ、ここでも覚醒か、闇の方が良かったね。光消しちゃうと、この副属性消えちゃうんで、うん、闇の方が良かったね。属性だけで見れば。まあ、進化してなくてもいいと思います。最悪、エキドナでもいいんじゃないかな、これ。こう、なんか、サクサクと倒せるんですよね、敵を。んで、まあ、この辺まではいいんですよ。で、中ボスですね、中ボス。で、問題は中ボス。ここで、あ、ここで赤いの出るのか。あー、そうなると話が変わってくるな。ゴエモンの方がいいのかも。あ、でもゴエモン光あるもんな。なるべくね、その光を消す手間も省きたいんですよね。ここね、水時だったらね、赤おでん、その、洗剤だけで倒せるんですけど、これギリギリ倒せないんですよね。この、フレンドがプラス振ってればこうワンパンできるんですけど、2パンか3パンかできるんですけどね、僕のはプラスがないんで耐えちゃうんですよね。赤いオクトパスがギリギリ、まあ、皆さん赤おでんにはプラス振って、びっくりした、赤おでんにはプラス振ってると思うんですけど、大抵の方がね、まあ、僕みたいな方もいると思うんで、本当に5ぐらい振れば倒せそうなぐらいです。まあ、最悪毒でも死ぬんでね、いいんですけど、まあ、できればね、サクサクと倒したかったなと思っただけです。で、ここでまた赤いのが出ちゃうんだ。ここで見れるんですけど、ここで見ることができるんですけど、ほら、これ何この根性。もう毒で倒せばいいんですけどね、ちょっと悔しいよねっていうお話で、最後はね、これだけで倒せたんですよ。その落ち込みはいらんって。本当かよみたいな感じになっちゃうじゃん。ボスの HP が100万ぐらいしかないんでね、花火だけで倒せるというお話です。ちょっとパーティーのなんか編成練りましょう。赤おでんよりダメージ出せるキャラなんているんですかね。いるか、そりゃいるか。あ、問題ないですね。さっきの光の角打ちと火力全然変わってません。エキドナの方がね、ヒヒなんで、いいですね。今回ゴエモン入れちゃってるんで、仕方ないですけど。たまんねえ、たまんねえ。
こいつスキブねえんだ、ダメじゃん。おい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 、結局ブリドラ必要じゃん、あそこで。こいつたまんねえし、しかもいろいろめちゃくちゃ。まあ諦めんのもったいないんで、一応クリアはします。でこう一気に消しちゃいます。なんかお前よう出るな、厳重か本当に。こいつね3ターンだと危ないね。でも基本的にこう1-1-1で倒せるんで、あとエキドナがいるとね威嚇も使えるんで事故も減ると思います。でここでゴエモン使うっていうのもありだと思うんだよね。水が耐えるけど、これグングニールで落とせるんで、だからここでねゴエモン使う手間が省けるけど、こいつがいることによって耐える気がする。やっぱ耐えた、やっぱ耐えるよねそりゃ。ブリトラでもじゃあ厳しいな。結局赤おでんでずらすのが一番いいのかもしれませんね。うん、結局一番最初のやつが良かったんだという結論に至りました。だから、ここに赤おでんのスルトですね。なんかいい編成があったらコメント欄で教えていただけると嬉しいですが、多分プラス振って、プラス振ればいいじゃんという結論に至ると思います。はい、これですね。もう一回言って終わります。一番僕的な流れがいいのは、最初の5階の中ボスで水と木が出てくれることがね一番ありがたいというか、スムーズに進むんですよね。赤いやつが2回出てきちゃうと絶対詰まるんで、1回ならねフレンドの赤おでん使えばいいんですけど、2回出てきちゃうと絶対耐えちゃうから、それが困るっていうお話。副属性だけで倒していきますからね、相当 HP 低いです。そうそう、これが一番理想的なパターンですね。これ2発撃って倒せると。まあ、そんなにさ、このダンジョン利用する人も少ないと思うけど、ね、リンカだっけ、あのキャラクターの進化素材にも必要なんで、ぜひぜひね、めんどくさくならないうちに、まあ、ぜひぜひ楽なパーティーで周回できるといいなと、まあ、そういう意味を込めて、このパーティーを考えましたが、僕には向いてなかったね。ここで絶対こいつ出ちゃうんで、確かね、これで倒します。で、本当にこれ落ち込んなしでこいつが倒せんのかっていう、未だにそれがねないんだけど、落ち込ん切っちゃうんだよね毎回。でもこれで全員がいい感じの火力出してるんで、もしね耐えたらカグちゃんにして、ね、火力上げればいい話なんで。はい、ということで今回はグルーブコースターコラボの高速周回編成でございました。プラスがあればサクサク、プラスがない方は赤いやつが5回で出ないことを祈りましょう。まあ、赤いのが欲しかったらまあ仕方ないですけどね、それは。まあでもずらすだけなんで、普通のパーティーでパズルするよりかは楽だと思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。以上でございます。ありがとうございました。